はい、皆様こんにちは、こんばんは、おきもです。今日は息子が寝た後のナイトルーティーンを撮っていきたいと思います。子供が寝た後って主婦にとってはとっても貴重な時間ですよね。子供のおもちゃを除菌したりもするので、今回はファビュラスモア様とのタイアップ企画も交えてお届けしたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。はい、寝かしつけが終わったらスマホをね、やっぱり見ちゃいますね。やっぱり夕方はご飯、お風呂、寝かしつけっていう感じで、なかなかスマホに触れないので、このタイミングでゆっくり、私はツイッターを見たりとか、あとアプリで漫画を読んだりしています。ということで、ここで寝落ちして一緒に寝ちゃうこともね、よくあります。ほいしょ、重たい腰を上げて、もうちょっとだけ頑張りたいと思います。この日はですね、主人の帰りが遅くなる日だったので、どんどんね、寝る前の準備を進めていきたいなと思います。まず子供のおもちゃを除菌していくんですが、自分の手が汚かったら本当に意味がないので、手をきれいにしていきます。はい、今日は、ね、部屋がめちゃくちゃ綺麗です。なんか片付けてもすぐ散らかるので、これ片付ける意味あんのかなと思いながら、なんとなしに片付けていきます。今スプレータイプの除菌スプレーって本当に全然売ってなくないですか？ネットで見つけてもやたら高かったりするし、うちもなんですけど、お子さんが小さかったりとかしたら、いろいろ気にして商品を選ばないといけないし、ここで困ってる方も多いんじゃないかなと思うんですけども、そんな中で私は今ファビュラスという商品を使っています。こちらは除菌力がとっても高くて、消臭力もある次亜塩素酸水です。いろいろ商品がある中で、私がこれを使いたいなと思ったきっかけが、結構前に息子が軽いノロウイルスみたいになってしまったことがきっかけだったんですけど、いろいろ調べて、ちょっとね、お恥ずかしながら、その時にノロウイルスには普通のアルコール除菌じゃ効かなくって、塩素系じゃないと効果がないっていうことを知りました。このスプレーはインフルエンザや大腸菌、ノロウイルスやスギ花粉にも効果があるので、私は除菌スプレーを選ぶときは必ず塩素系のものを選ぶようにしています。人体への影響ほぼないので、お子さんがいらっしゃったりとか、ペットがいるお家でも安心して使えます。もうね、その時に戻しちゃったりとかはしなかったんですけども、ちょっと下痢が多くて、息子のお尻が赤くなっちゃったのが、もう本当に痛そうで、かわいそうで、なんかね、私がウイルスから家族を守らねばっていう気持ちにその時すごくなって、除菌戦隊ママレンジャーとして週に 2,3 回ぐらい活動させてもらってます。なかなかね、気をつけていても仕方ない部分もあるので、なんかよく口に入れちゃうおもちゃとか中心に拭いたりとか、神経質にならない程度に除菌をしています。一番口に入れるのはこのしゃもじさんかな。次はですね、明日の自分のために台所をちょっと片付けていきます。洗いっぱなしになってたお鍋を片付けたりとか、中途半端になってしまっていたお皿洗いを終わらせちゃいます。やっぱり家の中でも台所は特に衛生面で気をつけたいので、先ほどのスプレーをして拭いていきます。除菌スプレーの中身がかなり少なくなっていたので、中身を足していきます。こちらのスプレーはお手洗いとか、あとドアの手すりとか家中に使えるので、この、ね、詰め替え容器があるのもとっても嬉しいです。消臭効果もあるので、ゴミ箱とかその周りにもシュッシュッとしていきます。よしよし、じゃあシャワーに入ろうか。おっ、ママいるよ、ママいるよ、マジマ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 
ちまマジママジママジマジマ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 マジ。今度こそシャワーに入ります。こちらのカゴに私のスキンケアセットみたいなのを入れてます。今日はシャワーだったんですけども、湯船にゆっくり浸かるときはお水もお風呂に持っていきます。小さいお子さんがいらっしゃる方にすごく聞きたいんですけど、お風呂って皆さんどうされてるんですかね。てか息子と一緒にお風呂に入りながら自分の髪の毛も洗ったりしてると、もうてんやわんやになってしまってすごく大変なので、私の場合はなんですけど、息子と一緒には自分は湯船だけ入ったりして、息子が寝た後に髪の毛とかをゆっくり洗うって感じが多いです。水分補給もしっかりしていきます。はい、パックしてオールインワンのジェルを塗って歯を磨いたりしていきます。はい、いかがでしたでしょうか。基本的に自分の時間は夜しかないので、なるべく充実した時間を過ごそうともがいています。私が使っているスプレーのリンクは概要欄に記載しておくので、気になった方はご覧になってみてください。それではまた、おやすみなさーい。